インディアンの塔インディアンの塔は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ナザレスにある5000エーカーの最高地点に位置する見張り塔。塔の高さは30フィート。塔は、第二次世界大戦中の民間防衛の見張りとして、あるいは緊急サービスの中継局として、そしてまた休息と熟行の場所といった多くの目的で使用されてきた。元の構造は、1867年に、 ジョン・ジョーダン・ジュニアによって建てられたサマーハウスと呼ばれるパビリオンであった。ジョーダンは後にモラビア歴史協会に200ドルを寄付し、パビリオンを現在の塔に置き換え、インディアンの塔は1916年に完成した。インディアンの塔は一般的に敵対的なインディアンの見張りだったと考えられている。実際には地元のネイティブアメリカンはペンシルベニアに同化しており、塔には いくつかのインディアンの埋葬が含まれている。見下ろす、モレービアン墓地からその名前が付けられました。モレービアン墓地は1744年から1762年まで使用されていたが、そこに埋葬された67人のうち、インディアンは4人だけであった。元々のインディアンは、近くのウェラガミカの村から来ていたと考えられる。ありがとうございます。